こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。いやー、今日は本当に楽しかったよ。どうしたんだ、霊夢、とても楽しそうにしているな。実はね、昔の同級生だった人と偶然再会したんだよ。そうしたら、昔一緒に遊んだ時の思い出話で、とっても盛り上がったんだ。なるほどな、確かに子供の時にハマったコンテンツとか遊びのことは、今振り返ってみればとても楽しいよな。そうだね、特に働き盛りの昭和50年代生まれの人にとっては、そういう思い出が多いだろうね。なるほどな。では、この動画では、昭和50年代生まれの人たちがハマった、おもちゃや遊びについて紹介していくぜ。それを聞いただけで、ワクワクしちゃうね。前もって言っておくけど、ファミコンについてはすでに別動画で紹介してあるから、今回はそれ以外を紹介していく。まず最初に紹介するのは、ビックリマンシールだ。ビックリマンは、昭和52年から日本で発売されている株式会社ロッテのチョコレート菓子で、びっくりすることをコンセプトとしたシールをおまけとして封入した商品だった。大ブームになったよね。コレクター魂っていうものを、子供ながら実感したお菓子だったね。友達同士で交換し合う、ってことも普通だったよな。こういう、トレーディングカードの要素が生まれた相まって人気が沸騰したんだ。私は、悪魔 VS 天使シリーズのことをよく覚えているよ。そうだな、スーパーゼウスやヘッドロココを引いたことがある人は、嬉しかっただろうな。1980年代後半から1990年代初頭にかけて大ブームを巻き起こし、アニメなど様々な関連商品をも生み出したくらいだ。私は、アニメを見てヤマト王子とヘラクライスとのファンになったよ。懐かしいなぁ。私は、友達が学校でシールを没収されたのを覚えているよ。先生が来たのを教えたんだけど、気づいてくれなくてさ。志村、後ろ後ろ。って感じだった。人によって様々な思い出があるだろうな。ビックリマンは人気が出すぎて、社会問題化したこともあった。どんな問題が起こったの？チョコレート菓子を捨てる事例のことだ。シールだけ抜き出したり、食べきれなくなった場合に起こった。食べ物を粗末にしちゃダメ？って大人が怒ったのね。わかる話だよ。あとは、大人買いする人によって品薄になったこともあった。だから、対面販売限定、個数限定などの対策も取られたぜ。今でもそういうことはあるけれど、まさにビックリマンがその走りだったんだね。次に紹介するのは、レーサーミニ四駆だ。これも、超流行ったよね。最初は、ラジコンカーのジュニア版として発売された。小学生でも、手軽に作れたり自由にカスタマイズできることもあって、空前の大ヒットにつながった。当時は、模型屋だけでなく近所のスーパーにも売ってあったなぁ。そうだな。みんなそれぞれに好きなマシンがあったと思うけど、霊夢は何が好きだった？私は、サンダードラゴンとかセイントドラゴンとかかな？コロコロコミックで取り上げられていたから、大好きだったよ。なるほどな。他には、アバンテとかエンペラーとか、魅力的なマシンが目白押しだった。そして、ミニ四駆はメディアミックス戦略が取られたことも、ヒットの要因の一つだった。1987年にミニ四駆を題材にした漫画ダッシュ四駆郎が連載されますます人気は上昇。1988年夏からはミニ四駆全国選手権大会ジャパンカップが開催されるようになった。そうそう、全国大会ってあったよね。みんなスピードを追求して軽量化してたよね。専用のコースが設計されたり、市販されたりしたな。これを持っている友達の家で、ワイワイ楽しんだという人も多いんじゃないだろうか。確か、ミニ四駆っていろんなキャラクターが盛り上げてくれたよね。タミヤのマエちゃん、ラジコンマン、メカニックマン、ミニ四ファイターなどの面々だな。ちなみに、ファイターはブームに乗って前述のマエちゃんと組、CD デビューまで果たしたほどだ。まさに、空前の大ブームだったんだね。でもさ、いつの間にかブームが終わっていた気がするけど、何がきっかけだったのかな？ダッシュ四駆郎のアニメが短期で打ち切りのように終わってしまったことだ。ブームの終焉と誤解したおもちゃや業界が取り扱いを縮小してしまったんだ。視聴率は良くて、制作側で打ち切られたんだけどな。そんな、つまり大人の都合だったの？ちょっとひどいね。そうだな、まあ子供心には、ブームというのはいずれ過ぎ去るものだ、ということを認識させた存在でもあったんだ。次に紹介するのは、切手収集だ。これは、時代や年代に関係なく、ハマってしまう人が多いよね。そうだな。切手収集は自分なりの楽しみ方が見つけやすくて、手軽に始められるという良さがある。おまけに、記念切手のようなコレクター魂に火をつけるような存在もあるからな。記念切手を集めると、切
手ごとに発行された当時の状況が蘇り、いろいろな思い出を振り返ることができるね。関連する新聞記事とともに記念切手を保存して、いつでも懐かしい気持ちに浸れる、という友達もいたかもな。なるほど、そういう方法もあるね。とても感慨深くなりそう。テーマを決めて収集、並べるのも楽しいぜ。例えば、動物、花、果物、有名人、建物、スポーツなどの種類がある。そうか、自分で好きなテーマを決めて収集して自分だけのミニ美術館みたいなものが出来上がるわけね。考えただけでワクワクするよ。外国切手を集めるのも楽しいぞ。異国の歴史や文化への理解につながるからな。そうか、切手は日本だけではなく海外でも発行されているものね。デザインも、一種のアートみたいな感じだからね。費用がそれほど多くなくても集め始められるから、子供にとっても集めやすいものだった。懐かしくなったから始めたい。って人はどうすればよいかな。自分である程度テーマを決めて集め始めるか、直感で可愛い欲しいなどと感じたものを買ってみるのが良いぜ。次に紹介するのは、筋肉マン消しゴムだ。うわぁ、これも流行ったよね。男の子はみんな持っていたんじゃないかな。金消しは塩ビ人形で、1983年にバンダイがカプセル自販機で販売を始めたんだ。実は、流行り出したのはアニメ放送開始以前だったんだぜ。そんな早くに流行っていたんだね。私は、消しゴムって言うから本当に鉛筆で書いた文字が消えるのかと思って、擦ったことがあるよ。そういう人は多かったかもな。この時代、キャラクターグッズが少なかったから子供たちを熱狂させたんだ。一体、どれくらいの数の金消しが出たの？連載が終了する1987年まで、4年間にわたって発売された。金消しの種類は総数400種類以上。商品はパート30まで及んだんだ。私は、正義超人が揃ったと思ったら、同じ超人でも違う技をかけている人形が出てきて、全然コンプリートできなかったのを覚えているよ。そうだな。金消しの中にはレアものが存在していて、生産数が少ないものもある。現在では、そういうものにプレミアがついているらしいぜ。そうか、当時の子供たちがお金に余裕ができて、買えるようになったのかもね。あと、作者が知らないうちに金消しがブームとなっていた、という裏話があるんだ。何それ？そんなこと本当にあり得るの？今だったら億単位の訴訟沙汰になるよね。もっとしっかりしないと。怒っちゃやーよ。当時は著作権というものに対して緩く、また作者のゆで卵が忙しすぎて十分把握できなかった、というのが理由らしい。まあ、時代のせいといえば仕方ないかもね。次に紹介するのは、ガンプラだ。ああ、ファーストガンダムのプラモデルのことだね。これも、至るところで売っていたよね。今でこそ日本のアニメを代表するガンダムだけれど、1作目の機動戦士ガンダムは本放送では視聴率が苦戦した。実は、人気が高まったのは打ち切り決定後と、再放送後という異例の経過をたどったんだ。それは知らなかったよ。でもさ、当時はものすごい人気だったよね。そうだな。現在の最新モデルと比べると、稼働範囲はとても狭くてクオリティは低いけれど、子供たちにとって初めてガンダムを手にできるというのは、大きな喜びだった。ミニ四駆みたいな、メディアミックス戦略はあったのかな？いろいろあったけれど、最も有名なのはコミックボンボンだったな。紙面構成はガンプラが中心だったし、プラモ教師郎という人気漫画もあった。それはどういう漫画だったの？主人公が持ち寄ったプラモデルを、特殊な装置によって自分がそれに乗って戦える、という夢のようなストーリーだ。これは、男の子が大好きな夢のある作品だね。絶対プラモ欲しくなっちゃうよね。その通りだ。この漫画にはプラモ作りの豆知識がふんだんに盛り込まれていたから、プラモの入門書のような役割があった。また、作品中で主人公が考え出したプラモデルには、実際に商品化されたものがあるんだ。それはすごいわね、絶対人気出るはずだよ。パーフェクトガンダムや武者ガンダム、なんていうやつだ。これらは現在でも大人気のガンプラで、ゲームにも登場しているくらいだ。ちなみに、モビルスーツの違いによって売れ行きの違いもあったのかな？まるでシャア大佐のような口ぶりだな。その通りで、ガンダムやガンキャノンなどの人気モデルが異様に売れて、店頭にはボールとか旧作などばかり残る、っていうのは当たり前の光景だった。そこまで露骨な人気の差があったんだね。ちなみに、ビックリマンのような社会問題は起こったのかな？人気のあるモデルと不人気のものの抱き合わせ販売や、人気のモデルを購入した子供に対するガンプラ狩り、なんて事件もあった。
あとは、ガンプラを買いに来た子供たちが、デパートで将棋倒しになるという事件もあった。いかに人気が爆発したかは、そのエピソードからよくわかるよ。実は80年代半ばにはブームは一旦収束するけれど、アニメ未登場のモデルを発売するなどして、人気は続いていった。そして現在に至っている。当時子供だった人が大人になっても、アニメの新作が発表され続けているからね。そういう人たちの中には、今でもガンプラを買う人もいるだろうから売れ続けているんだろうね。次に紹介するのは、エアガンだ。80年代になりサバイバルゲームブームが起きたのがきっかけだった。子供同士で敵味方に分かれて、打ち合いをしてた友達がいたよ。そうだな、エアガンがあれば公園やお寺など、ちょっとした広場が戦場に変わったという人もいたかもな。私の周りでは、先生とか地域の大人に怒られていた友達がいたな。そこそこ威力があったから、公園の滑り台みたいな薄い金属に打ち込めば、弾丸の跡が残ったほどだ。私はエアガンのことをよく知らないんだけど、何を発射するの？当初は、鼓弾というものが使われていた。その後は、アメリカ製エアガンで使用されており構造的に連発にしやすい球状の BB 弾にその座を譲ったんだ。つまり、プラスチックの弾丸ということね。サバイバルゲームが盛んになり、ゲームに有利な威力の強いエアガンが要求されてきた。そのためパワーアップする改造ショップや改造パーツが横行したんだ。まるでミニ四駆みたいね。カスタマイズするのって、男の魂を震わせるものがあるのかな。そもそも、どうしてこんなに流行したの？東京マルイが、拳銃型のルガー P8 を1900円という驚異的な低価格で発売したことが大きい。そんなに安ければ、子供でも簡単に買えるよね。あとは、MGC が発売した世界初のフロンガス注入で連発式のベレッタ M93RAP も大ヒットした。なんと、50万丁を出荷したほどだ。そんなに売れたんだね。市場規模がいかに大きかったかがわかったよ。市場規模が広がった分、子供でも遊べる存在になったから、怪我をせずまた地域の人たちに迷惑をかけないよう注意喚起をする必要も出てきた。私の学校では、エアガンを持っている人手を挙げろ、って先生に聞かれたことがあるよ。業界としてもちゃんと対策をしていて、昭和62年には全日本エアガン射撃大会を開催した。シューティング場を設けてエアガンの適正な使用方法と遊び方を広めるための啓蒙啓発を図ったんだ。最後に紹介するのは、秘密基地作りだ。これは、いつの時代も子供は大好きな遊びだよね。そうだな。特に、秘密という響きが子供心にたまらなかった。親や先生など、大人に内緒で自分の思い通りにカスタマイズできるというのが、本当に楽しかった。そうだよね。仲の良い友達だけで秘密を共有している感覚がたまらなかったよね。誰も知らない場所を見つけて、休日や夏休みに仲良しで集まるのが最高だった。荷物やお菓子、宝物を運び込み何日もかけて作り上げるのが楽しかったという人もいるんじゃないかな。そうだね、基地ができるまでの苦労や過程こそ、楽しかったよね。そうだな、どんな基地を作ろうか、基地で何をするか、何を持ち込むかなどの構想を練る時間が最高だった。なるほどね、自分たちで考えて何かを達成するという、チークのような側面があったわけだね。霊夢は、どこに秘密基地を作ったんだ？田舎に住んでいたから、山や森の中だったよ。多分私有地だったから、今考えたならアウトだよ。子供は、冒険心が先立ってしまうからな。まあ、大丈夫だ。家に自分の部屋がなかった人は、もしかすると段ボールを使って今に自分の秘密基地を作ったという人もいるかもね。以上で、発表はおしまいだぜ。どうだった、霊夢。どの遊びも、誰もが一度は触れたことがあるものなんじゃないかな。そうだな。中には、大人になった今なら改めて触れてみたいと思えるものもあった気がするぜ。そうだね、もしも時間とお金に余裕があったらチャレンジしてみるのも良いかもね。これで、この動画はおしまいです。よかったら、チャンネル登録をお願いします。